はい、皆さんこんばんは、たくのです。今回のお話はですね、やっぱね、僕が一番ラジコンで苦手なのって、ブレーキ。まあ言ったらスロットルワークが超苦手で、最近自分が分かってきたことをね、ちょっと紹介したいと思います。まあまず皆さんやっぱ送信機、まあ他の方々もね、まあ僕は慶応プロポさんのプロポ使ってるんですけど、まあ三和さんとか双葉さんとかね、まあハイテクさんとかいろいろありますけど、まあね、スロットル大事なわけですよ、ラジコンって。このスロットルね。めっちゃ大事なんですよ。で、特にブレーキって超大事なんですよね。もうなんか、早いツーリングやってから学んだことですね、これは。はい。皆さん、数値ってどんぐらいにしてますかね？まあ僕、今、慶応プロポさんのやつの数値で言うと、100% でやってます。スロットルも 100%。あ、消えた。で、一斉なんかは下げるんですよね、よく。数値を。90とか。なんでお前下げんのって言ったら、やっぱ、ブレーキかかりすぎると、調節がね、難しくて、一斉はブレーキの調節が超苦手で、わざと下げてあげるんですよ、パーセント。ブレーキって、どういうかけ方をするかっていうと、まあ、僕の考えでは、コーナーの、まあ、一歩手前ぐらいに、もうブレーキを、まあ、気持ち、そうですね、まあ、これで言うと、まあ、ここまでが全開なわけじゃないですか、ここが。だと、気持ちなんですよ。こんぐらい。こんぐらい。これかけすぎかもしれない。ほんと、こんぐらいです、こんぐらい。こんぐらいかけてあげて、一旦フロントを沈めるんですよね。で、一回沈めると、弱いね、ちょっとのブレーキで沈めてあげたら、それと同時にハンドルをちょんって切ってあげます。そうすると、向きが変わり始めると、スッて入っていくんですよ。滑らかに。で、そっから、だんだん、こう曲がっていった後に、これはね、ちょっと、まあ、感覚でしかないんですけど、ちょっと曲がってきたなと思ったら、入る前に、ちょっと曲がってきたなと思ったら、ブレーキをだんだん、こう、ぐーってやってあげます。まあ、前回まで使わないんですけど、こう、ぐーってやると、こう、コーナーの多分、中盤のちょっと手前の方に行くと思うんで、まあ、こういうヘアピンのコーナーで今言ってるんですけど、こう来ると思うんで、ぐーってなったら、最大限まで、曲がれるなって思うコーナースピードまで行ったら、ブレーキを離してアクセルを踏んで、こう、脱出するわけなんですけど、まあよくやりがちなことですよね。コーナー手前で思いっきしも、なんですか、今みたいに、こう、細かい調節じゃなくて、ゴンってかけてあげます。そうするとですね、まあこういうさっきの同じヘアピンのコーナーだったら、車はこう来ました。ゴンって沈みました。で、ハンドル切ります。もう曲がんないですよ、その状態で。アンダーになるんですよ。かけすぎるとそうなるんですよ。だから、超調節が難しいんですよ、ブレーキって。だから、それで、車の曲がる曲がらないが決まっちゃうわけなんですよ、ブレーキで。なので、ブレーキの調節がね、今みたいに。まあ僕は最近、まあ僕も下手ですけど、まあこういう調節ができないっていう方は、ブレーキポイントを下げてあげることによって、まあね、ここまで全開に引いたとしても、ここで 50% に設定していたら 50% ぐらいになるんで、めっちゃブレーキが弱くなって、やりやすくはなると思います。その調節が難しいという方は。なので、どうしてもね、ロースピード。すごい低いスピードになっていけばなるほど、ブレーキはね、不必要になるんですが、コーナーのきっかけを作るには、進入のきっかけを作るんだったら、やっぱブレーキはやっぱ、ちょっとはあった方がいいと思うんですよ、僕は。ノンブレーキで走るより、ブレーキちょっとかけてあげた方が早いと思うんですよね、僕は。そっちの方がコーナーちっちゃく曲がれるし、で、スピードもね、そんな失速せずに曲がれるようなブレーキングをしてあげれば、プラスにもなると思うんですよ、メリットに。だから、今僕がやってる、17.5 とか 13.5 とか、ブーストかかってるやつ、まあ 4.5 ターンでもそうですけど、ブレーキでコーナーの曲がりは変わっていっちゃいます。まあ変な話言うとですね、ハンドルをバーンって切った、切りながらブレーキするじゃないですか。そうすると次、まあ、これが車だとします。これがまあ普通こう抜けていくじゃないですか。スーンって抜けていくのが、ハンドル切りながらこうバーンってやった場合はこうグーンって、もうハンドルとブレーキ同時にするとこうやって車は揺れます。マジで揺れるんですよ。だから普通こうなのにこうグーンみたいな。だからすごいね、デメリットになるんですよ、ブレーキのかけ方。めっちゃ大事です。なので、まあできる限りコーナーの前に減速してあげることが大事だと思います。コーナー途中にブレーキかけてると、どうしてもね、なんていうんですか、ブレーキと共にアンダーになるんで、コーナー前にちゃんと失速してあげて、くるんって曲げてあげるみたいな。それが一番の理想でございます。
まあある意味ね、ブレーキってすごいなんか車を抑えるためにも使えます。だからフロントガチの車ですね。もうフロントめっちゃグリップしすぎてスピンしますみたいな、リアが全然ついてこないって時はブレーキをわざとかけてあげると、コーナー途中になんかフロントにちょっと荷が乗ってまあまあいい感じに走るんですよ。これフロントガチの時って意外とブレーキ使ってあげると安定する時もあります。まあこんな感じでブレーキはすごい大事だということをお話しました。今回はブレーキ編でいいですかね、多分。まあね、ブレーキ、まあもし苦手って方はぜひ参考にしてみてください。はい、まあかけすぎ注意ということで、かけ方にも注意ということで、はい、よろしくお願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。